はい、どうも、マサル TV のアマニルです。本日はですね、お食事の動画になります。お昼ご飯は皆さんと一緒に食べようと思っております。まあ、お昼ご飯というとですね、私はただパンを食べるということになるんですけど、実はですね、1ヶ月前まではずっとフランスにいたんですね。フランスのパンが大好きで、本当に毎日もうずっと食べてました。朝チーズかけて食べたり、お昼も食べたり、ちょっとだけお腹空いた時も、チョコかけたり食べたりとか、もう本当にいろんな場面でフランスでパンを食べてた状態だったんですが、今日は1ヶ月後、まあ、日本に帰って初めて日本のパンを食べたらどういう反応をするかの動画になります。本当に楽しみにしております。なんかめっちゃ美味しそうなパンがたくさんあって、皆さんと一緒に食べるの楽しみにしております。で、1ヶ月前まではまだフランスにいたので、今回はちゃんとフランスと日本のパンの違いは伝えられるのかなと思いますので、最後まで見ていただければと思います。食べる前に少しだけフランスと日本のパンの違いを説明させていただきたいと思います。パン屋さんの違いになりますが、日本のパン屋さんのほとんどのパン屋さんは、自分でパンを選んで自分で取って、カウンターに持っていくというイメージなんですけど、で、二つ目で一番大きい違いかなと思ったんですが、日本のパンって結構組み合わせが多い感じがしました。例えばなんですけど、チーズが入っているパンとか、チョコが入っているパンなどもありつつ、本当にフランスで見たことない組み合わせがあって、例えばたらこパンとか、カレーパンとか、メロンパンとか、それはフランスに一切売ってなくて、本当に日本風のパン屋さんに行かない限りはもうそういうパンが売ってないんですね。あと、まあ、日本の味、例えばたらこはフランスのパンと組み合わせすると、よくフランスと日本の架け橋になる、料理かなと思います。はい、では今から、皆さんに、買ったものを紹介したいと思います。はい、バタークロワッサンになっております。やはりクロワッサンってもうフランスのパンの代表かなと思いますので、今日めっちゃこれを食べるのを楽しみにしております。2つ目はパンショコラです。まあ、やはりこの2つは本当にもうフランスで大人気の2つのパンになりますので、パンショコラもちょっと気になります。しかもフランスと違ってね、このパンショコラの上にチョコがついているから、すごいなんか美味しそうだなっていう感じなんですね。3個目はコッペパンみたいなイメージですね。こちらはこういう感じでめっちゃ買ったんです、すいません。あとはめちゃめちゃ大好きなパンなんですけど、チーズ入りのパンです。これ本当になんだかわかんないんだけど、もういつもパン屋さんに行くたびには絶対これ買っちゃうんですよ。あとはこれも見たことないんですけど、パールチョコのチョココルネになっておりまして、で、このチョコはですね、ベルギーのダークチョコで作られてるから、絶対美味しいと思ったナッツのパンです。で、最後はフランスを代表とするパンになっておりまして、もちろんフランスのバゲットを買いました。じゃあこっちから。で、こういうパンはですね、一切フランスに見つかったことなくて、本当 になんか焼きそばパンみたいな、真ん中が空いててチョコが真ん中に入っているみたいなのは見たことないんだよね。いただきます。やば、こんなにチョコクリームとパン生地が合うのは思わなかったわ。これってすごい濃くて、ダークチョコの味はちゃんとしてて、しかもパンがパリパリするからマジでやばい。もう一回食べたい。牛乳に半分。めっちゃ美味しいな。いつもスーパーとかコンビニで買ってるチョココルネとかと違って、ちゃんとパン生地なんだよこれは。じゃあ次はチョココルネでいく。よく聞くのは、頭から食べるか尻尾から食べるかどっちなのってよく聞くでしょ。皆さん何から始まるんですか？私はこっち、ちっちゃいところ。これね、生地はね、ちょっとクロワッサンに似てる。あ、そうなんだ。こんな感じですね。ちょっとクロワッサンに似てる。これはね、クリームがすごいミルキで、すごい濃い。ちょっとだけ私にとっては甘すぎて。あ、そうなんだ。だったらフランスのクリームパンの方が美味しいかもしれない。これはちょっと苦手かも。原卓に合ってる？めっちゃうまい。そう、クリームがやばい。もうコンビニと比べられないぐらいの、あの美味しさなんだけど、ちょっと甘いかも私に。でもマジで甘いものが好きで、かつチョコが好きな人は本当におすすめ。これすごい美味しいね。じゃあ次は私の大好きなチーズパンでいく。これ好きな人いる？私本当に好きでたまらない。イチジク入ってる。
チーズイチジク、これが日本のレアな組み合わせの話だった。さっきのチーズイチジク、フランスに売ってないな。これ美味しい、合う。しかもパン生地もすごい美味しくて、しっとりしてて上はパリパリだから最高。こういう形もフランスに見たことない。フランス人ってパンと一緒にチーズ必ず食べるから、チーズだけは一人で食べないし、パンだけは食べるけど、チーズがあったら絶対パンと一緒に食べる。近くにいいパン屋さんがあってよかったね。うん、定期券行ってないかな、定期購入。うん、すごい美味しい。これやっぱこれ好きなんだよね、こういうパン。なんか好きなものしか残ってないから、どうしようって迷ってるんだよな。いや、俺が次行ってほしいのはクロワッサン。じゃあ次はナッツパン。ナッツとパンは好きなの？好きで、フランスはね、ナッツパンが存在しているんですけど、こういうちっちゃいものではなく、こういうサイズのパンがメインなんですね。本当に大きいやつで、フランスでよく売っているのはナッツパンと、あとはトウモロコシが入ってるパンも有名。柔らかそう、一瞬で切れた。じゃあ味見てみよう。うん、全く硬くない。これ本当に柔らかくてしっとりしてる。ん、すごいね。これフランスのナッツパンって本当に歯が痛くなる感じ。ちょっと本当に固めのパンで、歯が痛い方とかはなかなか食べれないパンなんですけど、これってもう全然歯が痛くても余裕で食べれるよね。子供とかにもバッチリ。こんな美味しいパン生地フランスで食べたことないぞ俺。うん、正直正直うん、いっちゃうこれは。ちゃんとしたバゲットみたいな生地なんだけど、本当にふわふわで食べやすい。しかもちゃんと外側パリパリしてるからいいなって。じゃあバゲット行こう。バゲット気になる。本当にこのバゲットって今のナッツパンと同じぐらいの美味しさだったら、このお店のパン屋さんの人をフランスでもう専用パン屋さんにしたい本当に。でこれもちょっと形の差があるかなと思うんですけど、今のバゲットって日本全国はこういう風になってるのかはちょっとわからないけど、ここはシュンってなってんだよね。フランスはちょっと大きめで丸くて大きい。あんまり高くないけど、フランスもこのぐらいの高さで結構大きい感じですよね。第一印象を正直言うんですけど、第一印象だとね、フランスでこういうパン買ったら硬いってわかる。あの高くないから中の生地が少ないってことで硬いってことなの。フランスだったらね、日本がまだ食べてないからわかんないけど、なんでフランスだとね、正直こういうバゲットは買わないの。硬そうだし、なんか中身が好きな人、私みたいに中身が好きな人だったらちょっと物足りないのかなっていうイメージになってしまうかも。でも今回はちょっと食べてみて気になる。匂いは同じで、フランスとすぐもあの違いとしてもそれも分かったんだけど、上の焼いてる部分がすごく薄いの日本だから柔らかいかも。フランスの場合はここの焼いてる部分がかなり太いので、うーん、硬くなるがちなのかな。バゲットはいつもね、好きな部分ここなんだよ私。見た目は全然、これだけ見るともうフランスと全く同じだよね。変わらない、全く変わらない。本当にもう見た目はね。いただきます。まずは、まあ、玄徳にも後で試してほしいんだけど、ここの中の部分がフランスよりは硬質があるって感じがするの。フランスって本当に場所によるなんですけど、乾燥しがちな部分があったりするんだよね。この部分の中ね、身のところ。日本はちゃんとしっとりしてて硬質のあるパンなので、口の中に入れるとトロトロになったりする。食べやすいっちゃ食べやすいんだけど、うん、逆に先ほど説明したと同じように、ここの生地が薄くて見た目がパリパリしそうなのに、思ったよりはパリパリしないというイメージかも。もしかしてここの部分がパリパリするかもしれない。あの生地がもうちょっと太めになってるんだよ。今の部分はね、意外と美味しい。やっぱり真ん中が少なくなったので、ちゃんと真ん中よりはパリパリしてるし、なんか生地に味があるんだよね。ちょっとフランスで食べたことない味なんだけど、フランスのパンの味と若干変わってて、こっちめっちゃ美味しい。あと今気づいたことがあるんだけど、フランスパンの方が若干酸っぱい。ここ酸っぱくない？で、塩分も控えめじゃないのかなと思うんだよね、それ。うん、味がちょっと違う、うん、東京にあるポールさんとか、まあ、フランスから来ているブランドだと、まあ、ちょっとフランスのパンに近いかもしれないんだけど、これは見た目が全く同じなのに本当に食感と味がちょっと違うからびっくりするの。フランスパンと比較したら、別物になってて、どっちが好きかは何とも言えない。どっちも美味しい。
でもさっきのあの他のパンだったらもう本当に美味しくて、ぜひフランスに売ってほしいと思うぐらいの美味しさだったんだよね、さっきの。じゃああの王様の2つ食べてみようかなと思います。バターの匂いはちゃんとしてる。一番めっちゃいいと思ってるのはね、切ってもねそこまで部分が落ちないの、散らかってない。フランスのクロワッサンって原則よく食べてたんだけど、もう口に入れる途端もうバサンってもうめっちゃもう部分が落ちてすごい崩れる感じなんで、まあアパートが汚くなったりとか床に落としたりとかは結構気になる方がフランスのクロワッサンだとあれだなって。あとフランスのクロワッサンで毎回こういう気持ちになるんだけど、やはり崩れてしまうとって、せっかく買ったのにクロワッサンの半分が床に落ちるっていう気持ちになりませんか。すごく残念な気持ちになるフランスのクロワッサンは。中身見てみましょう。これもさっきのバゲットと同じなんだけど、かなりしっとりしていて、しかも空気がちゃんと入ってるんですけど、空気だらけではなく本当に生地と空気のバランスがめっちゃ良くて美味しそうなクロワッサンに見える。柔らかい、柔らかくてそこまで油っぽくないけど、バターの味はちゃんとしれる。あとしっとりしてて重くない、美味しい、うん、俺は結構クロワッサンフランスで食べてたから、うん、わかるかもしれない。私よりすごい食べてたよ。正直フランスのクロワッサンより好きね。フランスのなんかフランスのクロワッサンってバターっぽい、バターっぽいし重い、重い。でしかも見てこれしか落ちてないよ私部分。フランスだともうなんか本当にもうどこにもあって、フランスはもっとパッサパサな、そうそうそう、クロワッサンって感じ、うん、パリのめっちゃ美味しいクロワッサンは食べたことないんで、それとも比較にできないんだけど、でもここのパン屋さんも別に近くのパン屋さんにいただけだから、うん、それでこのクオリティはすごい。そう、パンショコラいきます。これねフランスの地方によってね、パンショコラかショコラティーンのどっちかを呼んでるんですけど、結構ね、いや絶対これショコラチンだって、いや絶対パンショコラとか結構喧嘩になったりする。これこれも中身を見るとすごい空気の入っているパンショコラで、でも生地がちゃんと量が多くて美味しそう、うん、食べよう。フランスのパンショコラは甘い結構、うん、チーはそこまでなんかチョコがたくさん入ってる詰まってる感じはないから、なんか俺は食べやすいかなって思う。パンショコラはちょっと気になる。理由としては、私がフランスで慣れているチョコパンの場合ね、中のチョコは、まあ、ほんのちょっと溶けてるんだけど、今食べたチョコパンの中は、チョコが硬いの。なので、なんか生地が柔らかくて、しっとりしているのに、急に硬いチョコに合ってしまって、残念な気持ちになっちゃう。あとは、いいと思ったのは、やはりさっきのクロワッサンと同じように生地がめっちゃ美味しいし、まあ、間違っちゃうかもしれないんですけど、なんかダークチョコに近いチョコを使ってるから、あんまり甘くない。ただ、チョコの食感と、やはりチョコがちょっと少なめだったことで、物足りない感じがした。全体的に言うと、本当にフランスの、まあ、パンショコラと比較したらあれだけど、もうフランスのチョコパンを別としてこれを買うんだったら全然美味しい。なので本当にこのチョコパンがめっちゃ美味しくて、別に細かく考えることがないで、本当にもうおすすめできる、ベーカリーになっておりますし、日本のパンは全体的にフランスのパンに近いと思いますし、先ほど食べたパンはフランスを超えるぐらいの美味しさだったので、マジで感動もういろいろすごいなんかレベルと質が高くてびっくり。でも大きい違いといえば、うん、日本はしっとり、フランスはなんかパサ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 みたいな。そう、逆になんか日本のパン屋さんの人たちってどこでこんな美味しいパンを作れることになるのかわからないし、どこで学んでいるのかもわからないけど、それ気になりますので、もし、皆さんの中にパン屋さんに勤めている方、あとパン屋さんを運営している方がいれば、ぜひそれを教えていただければと思います。本当に一番好きなパンはもう丸くて真ん中にあのたらことかチーズとかが入っているパン、もうこれはもうずっと前からめっちゃ好きなパンになってます。2番目としては、最初の一番のあのコッペパンみたいなものなんですけど、中にチョコが入ってたパンがもうめっちゃめちゃ美味しくて、あとはナッツパンも
本当にもう柔らかくてしっとりしてた。違いとしては本当にもうその生地のしっとりさか、フランスの場合はちょっと、パサパサしているか、あとは、まあ、日本の方が甘くないと食べやすいことに関しては一番、まあ、大きく感じたかなと思いますね。やはりフランスでね、よくパンを食べると口の中に傷がついたりするんだよね、そのパン生地で。ここ硬い部分とか。でも日本はまあ今本当にパンめっちゃ食べたのに全然口痛くないし、すごく子供まで食べやすいものになっているかなと思いますので、そこはすごくびっくりして嬉しい。はい、ではこれでこの動画が終わります。いかがだったでしょうか。皆さんはこの動画について何かご意見あればぜひコメントで教えていただければと思います。はい、このチャンネルにはいろいろ日本の動画もこれから投稿する予定がありますので、このチャンネルにまだ登録されてなければぜひチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。